お元気ですか？僕趣味です。今回は BBM プロ野球チアリーダーカード2022の、前でございます。これね、前にね、箱でね、買おうと思ったんですけどね、売り切れてね、買えなかったのでね、まあ、パックとしてね、買うことができました。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。前っていうのと他に、あと花っていうのもありますのでね、花も購入してますので、花はね、後日動画で出したいと思います。それではやっていきたいと思います。では早速一袋目開けていきたいと思います。西武ライオンズの美里さんです。北海道日本ハムファイターズの吉田桃子さんです。読売ジャイアンツの石取舞さんでございます。中日ドラゴンズのピアスさんです。楽天の萌子さんです。千葉ロッテのアンナさんでございます。2袋目でございます。北海道のサブキャプテンの杉奈穂子さんでございます。中日のあやみさんでございます。読売ジャイアンツの前田真帆さんでございます。阪神タイガースのサラさんでございます。楽天の鈴鹿さんです。で、千葉ロッテのカホさんでございます。3袋目でございます。読売ジャイアンツの飯塚美乃さんです。北海道日本ハムファイターズの高橋あまねさんです。中日ドラゴンズのこれは七香さんです。で、埼玉西武の凛香さんです。楽天のくるみさんです。千葉ロッテのゆりさんでございます。4袋目でございます。で、阪神のこれはバイスキャプテン彩香さんです。埼玉西武のココナさんです。読売ジャイアンツの川岸ルナさんでございます。これは調教ヤクルトのこれキャプテンですね、ジュラさんでございます。楽天の七香さんです。千葉ロッテのこれサブリーダーですね、めぐみさんでございます。タレントさんのタレントさんではございませんはい、失礼いたしました。で、5袋目でございます。中日の、これかなさんでございます。阪神のミクさん、失礼しました、ソフトバンクの、ミクさんでございます。埼玉西武のゆめなさんです。日本ハムの、高橋あまねさんでございます。楽天のさやのさんでございます。で、千葉ロッテの、ゆりさんでございます。6袋目でございます。埼玉西武の夏美さんでございます。阪神のバイスキャプテン彩香さんです。読売ジャイアンツの佐々木、ほのか、ごめんなさい、佐々井ほのかさんでございます。失礼いたしました。で、ソフトバンクのミクさんでございます。楽天のさやさんでございます。千葉ロッテの、
ひなさんでございます。7袋目でございます。日本ハムの阿部美優さんでございます。ソフトバンクの飛鳥さんでございます。東京ヤクルトのこれ淳さんでございます。読売巨人の佐藤美優さんでございます。楽天の美久さんでございます。千葉ロッテのこれは南さんでございます。8袋目でございます。で、ヤクルトのこれ淳さんでございます。巨人軍の佐藤美優さんでございます。中日のラムさんでございます。で、北海道日本ハムの伊藤真奈美さんでございます。で、東京ヤクルトの綾野さんのね、ハートが浮き出るお様となっております。わかりますでしょうかね。こうなっております。で、千葉ロッテの飛鳥さんでございます。9袋目でございます。西武のこれ弓奈さんでございます。これは北海道日本ハムの津田ひとみさんでございます。ソフトバンクのルナさんでございます。巨人の野沢彩香さんでございます。楽天の萌子さんでございます。千葉ロッテの安香さんでございます。で、最後の10パック目開けたいと思います。東京ヤクルトの綾野さんでございます。日本ハムの山口玲奈さんでございます。西武ライオンズのココナさんでございます。で、阪神のカナさんでございます。で、中日の水木さんでございまして、最後は、千葉ロッテの南さんでございます。以上で BBM プロ野球チアリーダーカード2002枚を終わりたいと思います。で、これはですね、ネットで注文しましたのでね、直筆サインカードはね、期待なかったんですけどね、その分ね、結構楽しめたんじゃないかなと思います。で、ちなみにですね、オリックスとですね、横浜 GNA はですね、多分これ契約上の問題なのか、入っておりませんので、ご了承ください。で、前にも言った通り、今度前の他に花っていうのもね、ございますので、花の方は後日、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。